ツンでも可愛いか。ツンにしちゃおう。こうか。こんばんは。こんばんは。やっほー。ちょっと待って、前髪が意外と揃ってなくて。オッケー。あ、いっぱいおめでとう、ありがとう。皆さん、23歳になりました。こんばんは。23歳になりました。やばーい、全然実感なし。お誕生日を迎えました。23歳です。おめでとう、ありがとう。スクショタイム。スクショしてハッシュタグ山根鈴葉生誕祭2027つけてください。くー、シェア飾っといてもいいか。この写真撮るようにね、お母さんが買ってくれたんですけど、早速しぼんできた。あ、2こっちの方がいいか。あ、え、タワー来てる。え、ありがとう。膨らますの大変やったよ。ってなった。あ、さやか、タワーありがとう。今日はパッツンにしてみたよ、さやか。よし、うわ、すごい、ありがとう。さやか、タワーありがとう。ミラーボールも。垂れた。さやかタワー
コンサートの時さ、偶然さ2階席って見つけられたのも、波動でちゃんと見つけられたのも嬉しかったし、波動写真ありがとう。ずちゃんお誕生日おめでとう。23歳もずっと一緒ありがとう。さやか、せーの、ずんたわー、ずっと一緒。そして続いてカズくん、タワーありがとう。タワーありがとう、カズくん嬉しい。タワーありがとう。今日は8時くらいまで配信します。20時、カズくんタワーありがとう。波動めっちゃ見えたし、もういつでも手振ってくれてありがとう。見るたび手振ってくれてて、ずっと見てくれるやんのって嬉しかった。ありがとう。せーの、ずんタワー。ずんちゃん23歳おめでとう。ますます幸せな1年に。ありがとう。もう大人になったね、私も23歳。とれた、ありがとう、ありがとう。そして水筒さんかな、当てる、あ、水筒さんや、ありがとう。水筒さん、タワーありがとう。取れた？水筒さん、タワーありがとう。波動の時かな、めっちゃ気づいて、めっちゃ見たらちょっと微笑んでくれて嬉しかった。可愛いって思った、あの瞬間。ありがとう、水筒さん。せーの、ずんタワー。お話し会もいつもありがとね。水筒さん、タワーありがとう。ありがとう。他にもギフトも投げてくれてたり、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。なんと23歳になりました。すごい、まだ若いよね。まだいけるよね、いけるよねっていうか、まだ若い、いくつになっても若いけどね。ありがとう、いっぱい。まだまだこれから、そう、23歳、すごいよね、もう23歳。21歳くらいかと思ってた自分のこと、ね、23歳、若いよな。まだ若め。あ、あ、またタワーありがとう。まるさん、タワーありがとう。まるさん、まるさん、よいしょ。
ルさん、タワーありがとう。まるさん、撮れた？まるさん、タワーありがとう。あのさ、コンサートの日さ、偶然パッて見つけてさ、コンサートの日やんな。めっちゃびっくりした。あ、見つけたと思ってめっちゃ嬉しかったありがとう。めっちゃ目合った気がしたけど、見てくれた？ちゃんとありがとう。まるさん、せーの、ずんたわティフもさ、おったよな。私ティフも見つけた気がする。あ、お誕生日おめでとう。 K ファイナルコンサートティフも楽しかった。いつでもずんちゃんの味方で、ありがとう。やっぱティフもおったよな。ティフも見つけたで、ありがとう。まるさん、たわやんな。ティフも見つけた。ちょっと待って、飲み物持ってくる。キャラメルラテ飲もう。いつもと変わりない日々を過ごしてます。誕生日やけど特に何もせずを過ごしてます。昨日でね、一旦お仕事が落ち着きまして、そう、乾杯、じゃん。それで今日は存分に寝てました。1時半くらいまで寝てた気がする。13時半くらいまで寝てた。お誕生日やのにケーキも買ってないやばいの。普通の日々です。なんかみんなからのお祝いメッセージとか動画とか画像とかタグ付けストーリーとかを一日ずっとゆっくり見てました。 DM とか、あとそう、返信、メールの返信とかしてました。たくさん。起きたらめっちゃ来てて嬉しかったからゆっくり返した。ケーキ買ってない。だってさ食べての残らん。ケーキ、ケーキあんま食べへんし。かも。そうなのよ、食べられたらいいなみたいな気持ちでいる。幸せ、いつもと何ら変わりないし。だからみんなからのお祝いメッセージとか、今日のこの配信とか、おめでとうっていう連絡とかが、生きがい。今日のおめでとうっていう、嬉しいね。なんかケーキとか用意してくれて、わざわざワンホール用意してくれたりとか、可愛いスイーツとか一緒に私の写真と撮ったり、可愛いみんなが。下松葉したことないからレポ待ってる。うん、してくるね。え、ズチャのセンター採用ケーキ、午後気合で一人で食べたから今度お話し会で褒めてもらう。やば、午後食べたん？胃もたれせんかった？え、嬉しい、ありがとう。そんな素敵なケーキ用意してくれて、こんばんは、こんばんは、嬉しい。ありがたい。しかも今日一応祝日やねんって。
知ってた？山の日です。ケーキね、胃もたれとかするからね、最近ね、あんま食べられへんねん。そう、食べられへん。髪伸びた。そう、山根の日、ほぼそうなんですよ。なんかね、秋葉原の駅にお誕生日のポスターみたいなの飾ってくださっているらしく、まだ見に行けてないんやけど、ぜひ皆さんも見に行ってください。一人でも、ね、行っていいと思うねんけど、誰かに写真撮ってもらいたいから。そうなんです。あ、タワー、あ、タワー来てる。なんでこんなすぐ気づかれへんの。ありがとう。こうやってプンって飛んできた瞬間みたいのに、ありがとう。13、今日だけ？15日くらいまで飾ってるっぽい。15日やったかな。お願いします。15日だったよね。13、タワーありがとう。取れた？13、タワーありがとう。最近ね、よく13の本物に会えている気がして嬉しいです。いつもお名札にね、10かっこ本物って書いてくれるんです。私が13に会うたびに、あ、本物やって言ってたら自分でちゃんと書いてくれるようになりました。ありがとう13、タワー取れた？せーの、ずんたわー、ありがとうなんかショールーム来てくれたり、インスタでメッセージくれたり、ツイッタータグ付け投稿とかいっぱいしてくれてて、会う前にそれをめっちゃしてて、でその後にその名前を覚えた上で SNS のこの人みたいな、本物に会った時に本物やんってなる。ありがとう、ギフトもいっぱい嬉しい。そう、嬉しい。ポスターね、見に行きたいな。誰かなんか通りすがりの人撮ってもらおうかな。お誕生日おめでとう、ありがとう。そう、すいません、これ私なんですけど、ちょっと撮ってもらいたくてって言って、マスクもせず しようかな。誕生日おめでとう、ありがとう。めっちゃおめでとうって言ってくれるやん。ありがとう、嬉しい。私が見た日本人のうち最も美しいです私、嬉しい。
あ、ありがとうケーキ。キスをせがまれたって。なんか誕生日迎えたけど何話そうかな何話そう、あ、てかあれにせよ、コンサートティフ波動と駆け抜けたね。ねえ、それな、駆け抜けた。みんなに見せよう。じゃーん、見て、漏れてない、漏れすぎてはいないか。めっちゃいいよね。ゲットできた？みんな。数量限定やったから難しかったっぽい方もいたけど、なんか大丸さんが毎朝在庫あるか確認してくれるファンの方がいらっしゃってみたいな。可愛かったその話。あ、再販した日ずんちゃんが教えてくれたからすぐに買いに行ってたよ。ずんちゃんのおかげでゲットできた。え、よかった。そう、頑張って再販してくださったっぽくて、でもそれもあっという間に売り切れちゃったっぽい。ありがたい。あ、タワー、すずはちゃんのたもちゃん、ありがとう。タワーすごい、ケーキのやつまた販売してくれないかな。ないかもしれない。買えなかったけど再販も完売してたのにしあ、優しい。もうネットでもね販売がないの、本当に数量限定すぎた。ありがとうタワー。特別な日はすずはちゃん呼びにしたいので名前変えたの。いつも可愛くいてくれてありがとう。ありがとう、嬉しい。取れた？たまちゃん、取れたかな。ありがとうタワー。あのね、波動かな、波動の日めっちゃ見えたし見つけたこうやっていっぱいスーパーボールかな、こうやってしてくれてありがとうあの来るって言ってくれてたからちゃんと見つけようと思えて見つけられてよかった。ありがとうね、こうやってアピールしてくれてありがとうたもちゃん、あ、間違えた、すずはちゃんのたもちゃん、タワーありがとう、嬉しい、よかった。波動はね、でもめっちゃ見つけやすいから嬉しい、来てくれるの。あのイベントは大正解、来て来て大正解。
がとうだわ。推しが3人いた、確かに。あの16期推し、16期箱推しみたいな人だったらさ、今回の波動めっちゃ優勝じゃない？あのどの日行ってもさ、16期絶対3人おるからめっちゃ当たりよな。最高。ごめんね、ずっと目薬して、すごい目が乾く今日。こんばんは、こんばんは。最近ツイッターのサブアカもちゃんと更新してる。箱押し、なんか波動終わって思ったんやけど、やっぱ16期めっちゃ好きな方が多くてすごい嬉しいなって3人で話してた。その日なんか16期大好きみたいな感じで、16期ファンの方の団結がすごくて、なんかバロメーターの上がり方もすごかったし、見たことないくらい上がってて嬉しかったし、なんか超嬉しかった。なんかね、その戦いの時にシールドを担当したんですけど、私はあのすごいシールドマックスまで行ってめっちゃ嬉しかった。だからめっちゃ勝てた。パラメーターか、間違えた。なんて言った、バロメーター間違えた。変わってる。あー、何回も気づけなくてごめん。ありがとうしてくれて。あ、ニコもルちゃん、タワーありがとう。ルちゃんだ、ありがとう。タレさんもくれてる、ありがとう。ルちゃん、コンサートもかっこよかったよ、大好きやって見たよ、ツイートしてくれてんの。あのずんちゃんにも目がいったみたいな感じのツイート、ありがとう。嬉しい、そういうこと言ってくれんの。スクショもしちゃったよ怒ってんの目開くようになってきた、目薬したから。取れた？るちゃん、渋柳沙さんから投稿にいいねきた。やば、ごめん、ファンが出てもうた。るちゃんタワーありがとう。なんか前さ、なんかチーム K のケーキの写真載せてた、ごめん人違いやったら、人違いやったら最低やねんけど。そう、それをまなかちゃんが超自慢げにチーム K のメンバーに見せてたよそう、チーム K のやつかな、それめっちゃ可愛かった。またあの写真送って私も保存したかったるちゃんいつも優しい言葉ありがとう。せーの、ずんたまありがとう。鈴木くるみがめちゃめちゃいつもいいねくれる、大好き、優しい。るちゃんありがとう、送ってね。間違えてたごめんね。合ってる？それ。メンバーからいいねの通知がそういっぱい来て嬉しい。タレさん、タワーありがとう。
なんかデフレてる。タレさんタワーありがとう。嬉しい。この前もさタワーくれたよね。今回は大丈夫です。スクショさっき失敗したん？スクショ成功した？めっちゃ目見開いたから。あのこれからもタレさんがいてスクショしてもらうときはほんまに目かっぺらくから待ってて、次から失敗しないようにちゃんとするから。いつもこうやって節目の時とかタワーありがとう。去年か。今日は目かっぺらいたから言ってね、スクショ失敗したらまたこうやってするから。ありがとう。せーの、ズンタワー、ありがとうタワー。すごい今日たくさん、誕生日やからありがとうね。てかさてかさみたいな友達やねんけど今の。あのさ、お誕生日迎えましたみたいなツイートのさ写真良くなかった？良かったよね。8月11日って毎年祝日でした。いやなんかね、なんかある時から急に祝日になった。8月11日、なんでやろうな。よかった、あれお母さんが撮ってくれた。可愛すぎて変な声出たやって。ねえ嬉しい、よかった。そう、あれはねスマホじゃなくてちゃんとカメラで撮ってやった。いい感じ、いい感じだった。あ、タワー見えた、食えた今。あ、ドラドラさんタワーありがとう。ドラドラさん、ドラドラさんタワーありがとう。私さこうするとき手反りすぎよな。もう髪見えてないのほぼ。誰だ、ドラドラさん、タワーありがとう。首が、ずんちゃんおめでとう。素敵な一年にして、ね、優しい。ありがとう。いつもお話し会、オンラインのお話し会とかで、なんか一生懸命話してくれたり、で、私も一生懸命お互いめっちゃ話したり、聞いてくれたり、なんやろう。なんか私のグッズとかあのそうあったりとか、それがなんかめっちゃ愛おしくていつも泣きそうになる、喋りながら。そう、嬉しい。ドラドラさん、またお話できたらいっぱいお話ししようね。いつもお話し会の時間めっちゃ楽しいよ。ありがとうドラドラさん。せーの、出たよ、やって、よかった。ズンタワー、ありがとう。ドラドラさんタワー、かわいい、愛おしいの。あ、またたくさん行くのやって。ありがとう、楽しみにしてよ。ズンちゃんのお誕生日だから祝日だ。本当は8月に祝日がなかったから誕生したらしい。え、そうなんや。8月に祝日ないから8月11日に祝日にしようってなったんや。
ただいまお話し会も受付しておりますので、ぜひ来てね。お話し会まだ見せるっていう、かわいいよね。これ結構お気に入り、かわいいの。お母さんも買えたかな。なんかありがたいことにファンの方が一セットくださって、それを自分のにして、もともと自分が一セット買っていたのをお母さんにあげました。お話し会で早く会いたいよって、かわいい。早く会いたいよな。でもさ、10月よな、まだ会いたい。あ、またタワー。なんか大きいクマさんいる。かわいい。あら、またタワー来た？やあ、ありがとう、みんないっぱい。何さん、あ、イワッチさん、タワーありがとう。クマのこれ、ありがとう。あ、今くれたのは？もうちゃん。ありがとう、イワッチさん。イワッチさん。がいっぱい、ね、ありがたい、ありがとうね。いわっちさん、ニコニコポーズにしよう。取れた？いわっちさん、タワーありがとう。ねえ、なぎささん卒業発表して寂しいよね。私も結構だいぶ落ち込んでる。落ち込んでるんだけど、一緒に乗り越えようね。なんか卒業コンサートとかするのかな、行きたいな。あとかりんちゃん、あのお洋服ブランド立ち上げおめでとう。嬉しいこと、もうちょっと寂しいこともあるけど、一緒に乗り越えていこうね。お話し会もいつもありがとう。早く写真会の、ん？写真会？ワンショット写真会撮ろうな。ありがとう、いわちさん。せーの、ズンタワー。いわちさん撮れた？ありがとう。ありがとう。お誕生日おめでたいで。スクショッケー、なぎちゃんのセンターかなったから、ずんちゃんの初選抜が次の夢だ。ありがとう。そう、センター。めっちゃ聞いてたから、あのなぎささんのセンター曲、夢中人やったっけ。この世界のどこかで僕にメロメロな誰がきっと夢中人。ありがとう。そしてもーちゃん、もーちゃん、もーちゃん、おぎゃー、生まれた。いや、コメントのくせすごいじゃん。
おぎゃ生まれたお誕生日めでた世界で一番可愛い23歳だって。ありがとうもーちゃん。いっぱい可愛いずんちゃんにこれからは会いに行く。おめっしゅ可愛い。ちょっとそれで確認してんのどんな顔か。取れた？もーちゃんタワーありがとう。嬉しい。なんか8月7月かな、なんかすっごい会えてる気がするそれが嬉しい。なんかどこにいてもいてくれる安心感というか、見つけたらみたいになっちゃうからいつもありがとうもーちゃん。せーのずーたわーもーちゃんタワーありがとう。かわいい文字、文章かわいい。見たよメッセージも。ありがとうみんな。おだいりちゃんが甲子園行ってたみたい。え、そうなん？すごっ、超地元やん。超地元。スーさんタワーありがとう。今見えたピュンって飛んできたの見えた。集中して見てたら見えるわスーさん、スーさんタワーありがとう。すごいタワーいっぱい、嬉しい。ありがとう。プレゼント悩むわやって、かわいい。スーさんタワーありがとう。今スーさんって言ったから、スーさんのはーいーが聞こえた気がしたそのくらいなんか名前呼ぶたびにいっぱい返事してくれて、なんか嬉しそうに返事してくれるのがいつもかわいい。お話し会とかいっぱい来てくれてありがとうね。10月も入るの楽しみにしたよねスーさんタワーありがとう。せーの、ズンタワー。ありがとうスーさん。すごいタワーがいっぱい。ありがとう。嬉しい。みんないつもズンタワーって言ってくれて可愛い。ありがとう。23歳になりましたよ。どうしようか。でもなんか何も変わらへん気する。これからまた AKB としていっぱい AKB48 に貢献できたり、そしてファンの方になんか嬉しいお知らせとか幸せを届けられる最強アイドルになる。頑張ります。加入当時は16歳かな、16歳くらいで入りました。もう7年目くらいですね。7年アイドルしてるのすごいよね。7年じゃないか、6年強くらい6年強って何やねん言い方そう、意外とね16期もいや、ベテランではないねんけど、もう新人ではないよな。若手？若手なんかな？なんか後輩があんまり入ってこないから
あんまりなんていうかずっと新人感があるんですけど、7年くらいそうやけど結構先輩になってきたよね。ドラフト3期生ちゃんと17期ちゃん18期ちゃんが入ってきて、でも17期ちゃん18期ちゃんが入ってきたあたりで若手じゃなくなってきた感じするすごい、だからちょっと嬉しくなってきた、うん、嬉しくないけど嬉しいっていう、やっと先輩になってきたみたい。なんかお掃除とかしてても掃除変わりますって言ってくれたり、なんか楽屋とか最後ね、あの出るとき掃除とかするんですけど、なんか自分たちがしなくなってるっていうのが、もちろんお手伝いとかするし掃除しようと思うんですけど、変わりますって私たちがやりますって言ってくれるから、はってなって、そういう時にあ先輩になったんやって思ったいつもね掃除して最後に楽屋出たりとかもするから、なんか先輩って実感してきた自分が。あタワー来てる、ごめん、もう気抜いたらすぐに、あことみさんとのまのまやいや、ありがとうことみちゃん。ことみさん、ことみちゃん、タワーありがとう。待って、めっちゃ頭かゆい。オッケー。誰だ？ことみちゃんタワーありがとう、嬉しい。あんないだっけ、写真メッセージ送ってきてたやつちゃんと見たよ。メッセージも見たし、いっぱいお会いしてくれてありがとう、嬉しい。撮れた？撮れた？ありがとう。なんかお揃いの髪の毛にしてくれたりとか、ちょっとなんていうんかな、真似って言い方あんまり良くない、なんか参考なんていうのかな、なんかあの双子コーデみたいな感じにしてくれるのほんまに嬉しいから、これからもいっぱいしよういっぱい一緒にハーフツインしような。あしっかり撮れたよ、ありがとう。ちゃんとインスタのメッセージも見てるからね、送ってくれる写真とかも見てるから、ありがとうことみちゃん。せーの、ずんたわー、ありがとう。ハーフツインね、お揃いにしてくれるのめっちゃ嬉しい、嬉しい、ありがとう。そしてあ、生の前へ呼び捨てなのハーフツイン好きだった？よかった、いっぱいして嬉しい。なんか公演来てくれたり、コンサート来てくれたり、イベントとかお話会来てくれるときにハーフツインでリボン2つつけてみたいな、でツンちゃんみたいってみんなが言ってくれるのいつも嬉しい。お誕生日おめでとうございます、日々の癒しです、ありがとう。
陰ながら応援してます。かわいい文章かわいい。のまのまれいうえいやって。垂れた？のまのまいえい、タワーありがとう。なんかのまのまいえいはのまのまウェイ、のまのまウェイはあの公園とか来てくれた時にあのいつもあのなんか超ニコニコで見守ってくれてて、それが嬉しい。私もだからでもかっこいい曲とかはなんかって見てるからにやけちゃういつもありがとう。また来てな、ゆっくり自分のペースで。せーの、ツンタワー、のまのまやいタワー、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと前髪出そう、ありがとう。なんか最近、まあ、TIFF もそうやし、コンサートもそうやし、劇場公演とか波動とかなんやろ、お話し会とか、それこそでもそういうステージ立ってこうやって見渡した時に自分のファンの方がたくさん来てくださってて、それがめっちゃ嬉しい。なんかピンクと緑のペンライト持って、私のうちわ持って、とか私の名前が書いてるうちわとかグッズ持ってきてくれて、見つけてもらえるようにこうやってしてくれて、なんかそれがめっちゃ嬉しい最近。なんかありがたい。だからそれやから、まあずっと今までも楽しかったけど、最近ももっと楽しい、より嬉しい。あ、またタワー、ありがとう。あ、ほんまや、見逃したケイタさん、タワーありがとう。あ、はるかさんもタワーありがとう。2人嬉しいね。なんかさ、全部の現場に来るのが全てとかそんな思ってないし、いっぱい来てほしいとかそんな強く言うあれじゃないんやけど、やっぱいてくれたら嬉しいね。でも SNS とかでも応援してくれてるのも嬉しい、まあ、全部嬉しいよし、なんかちょっとだけ血汚くなっちゃったかも、ごめん。ケイタくん、タワーありがとう。誰だ、ケイタくん、タワーありがとう。コメントとかくれてた。あ、お誕生日おめでとうって、ありがとう、嬉しい。あのさ、大阪のファンミでさ、なんかより仲良くなれた気がして、最近めっちゃ嬉しいし、なんかめっちゃ仲良さげに話しかけちゃってごめんねなんかそれがめっちゃ嬉しい、ありがとう。あ、取れたよ、ありがとう。せーの、ずんたわー、けいたくん、たわありがとう。嬉しいね、あの面白事件。そして、あら、間違えた、はるかちゃん、誕生日おめでとう、ありがとう。めっちゃお誕生日おめでとうってくる、ありがとう。はるかちゃん、タワーありがとう。
ント大好きやってありがとう。はじけてるねコメントが。はるかちゃん、タワーありがとう。取れた？ありがとう。はるかちゃん、最近よく会うよね。なんか、いつもさ、なんか話すとさ、結構さ、友達みたいな感じやのにさ、なんか会場でさ、会場ステージとかでさ、こうやって出ると、みたいな、鼻にやけてんの可愛すぎんねんけど。ありがとう。嬉しい。いつでもどこでも私を見て、なんか細かいところまで気づいてくれるのすっごい嬉しいよ。お互い愛重めに生きていこうね。はるかちゃんタワーありがとう。せーの、ズンタワーありがとう。死ぬ恥ずかしい、ありがとう。ありがとう、タワーありがとうね。みんなこんなにすごいよ、ここ見て、いっぱいだ。ギフトもありがとう。先が見えてるよ、クラッカーみたいなの、だからケーキみたいなの投げてくれてる。ありがとう。あと30分くらいか。ありがとう。もしかして好きなのか。昨日はね、とてもなんて言ったらいいんかな、ありがたいお仕事でした。ありがたいお仕事、みんなにお知らせするのが楽しみです。みんなすっごい喜んでくれると思う。ってやっていいのか分からへんねんけど、きっと喜んでくれると思う。あ、そう、まほちゃん、昨日まほちゃんとずっと一緒におった。なんかさ、まほちゃんさ、あ、そう、昨日さ、お仕事終わりにまほちゃんとご飯に行って、そう、ご飯ごちそうしてくれたの。優しくない？なんか私ね、誕生日付近に誰かとご飯行くのとかすごい苦手で、誰かを遊びに誘うとか、なんかお祝いしてって言ってるみたいで、すごいなんか嫌やねんか。なんかご飯とか行ってもさ、気使わせちゃうやん、ごちそうするよとか。だからなんかあんまり、そう、お誕生日付近は人と会わないようにしてるんですけど、まおちゃんとなんか普通に誕生日とか関係なく、え、普通に行かんみたいになったら、え、行こうみたいになって、なんか行って、ほんまに普通に、そう、もう友達やからご飯とかも割り勘やねんけど、普通にはいって渡した、え、いいよ誕生日からって言ってくっつをしてくれたの。めちゃめちゃビール飲んでた。私はソフトドリンク3杯飲んだ。まほちゃんはビールを飲んでました。嬉しい、まほちゃんごちそうさまって気持ちで。楽しかった、昨日超盛り上がった。あ、またタワー来てくれてるの？来てくれてる。そう、あ、しほさんタワーありがとう。これか、すごい、なんか雲もおる、デカめな。しほちゃんタワーありがとう。ちょっと待って、一回リップ塗り直していい？じゃじゃん、こちらクラランスのグロス、大丸さんの
担当してくださっている方がお誕生日プレゼントにくださりました。嬉しい。しほちゃん、取れた？しほちゃんタワーありがとう。せーん、あ、間違えた間違えた。あのさ、何やったっけ、あの CD 配ってたやつ、配ってない、 手渡しでさ渡すイベントみたいなった時から、そっからさめっちゃ仲良くなったよな。それがめっちゃ嬉しくて、あれ結構めっちゃ深い思い出、しほちゃんとのあれから大阪とかも来てくれたり、ほんまにありがとう、ラブ大好きしほちゃんありがとう。せーの、ずんたまー、ずんちゃん大好きありがとう、やってありがとう大好きありがとう、ありがとうね。あ、またタワーある、あ、シアとマーク、ずんちゃんさんや、ありがとう、ずっと変わらずずんちゃんでつけてくれて、ずんちゃんズまででいい、ここ書くのあ、茶おかしくなったやんか、くっそー、よそ見しちゃってたよ。みんな台風とか来るから気ぃつけや。しんあったマーク、ずんちゃんずさん、ちょっと待って、頭かゆうタワーありがとう。誰だ、会いに行けないけど忘れないでね、かわいい、一生忘れるわけなくないあんなに握手会してた時会いに来てくれて、そう、ちょっとコロナ禍になってね会えなくなっちゃったけど、ずっとこうやって定期的に配信来てくれたりとか、なんていうかな、イベントとかも一緒に協力してくれたりとか、ショールームイベントとかずっと覚えてるし、これからもし会えなくてもずっと忘れないからね、私の人生が終わるまで。めっちゃ重くてごめんシアとマーク、ずんちゃんずさん、タワーありがとう。せーの、ずんタワー、しんさんタワーありがとう。ちょっとコンタクトがずれちゃった。嬉しい、みんなお誕生日おめでとう、ありがとう。23歳はどんな年にしようか、このままいい方向に進めたらいいね。すごい楽しいよ今、悩むこととかもあるけど、それを吹き飛ばせるくらい嬉しいことが多いから補えてるあ、またタワーくれたの、ありがとう。あ、このはちゃんや、このはさん、タワーありがとう。なんかさんかちゃんかどうしたいかわからへんくなってきた最近たくさんで嬉しいね、嬉しい、ありがたい。このはちゃん、タワーありがとう。お誕生日おめでとう、いつもありがとう、大好き、かわいい。メッセージも読んだよ、
何しようかな。耐えた？耐えた？コノちゃんタワーありがとう。最近ねコノハちゃんからコノちゃん呼びになりました。皆様お知らせです。コノちゃんありがとう。なんかコノちゃんって可愛くてつい呼んじゃう。また直接会った時も呼ばせてね。取れた？ありがとうコノちゃん。この前波動や。ありがとう。めっちゃ前の方にいたよね。めっちゃ気づいた。ありがとうコノちゃん。せーの、ずんたわー、ありがとう。嬉しい。ありがとう。楽しかった。また会いに行くね。ありがとう。嬉しい。楽しかった。あ、ケーキ写真送った。ありがとう。ありがとう。なんか幸せやわ。めっちゃさ、誕生日お会いしてもらって、ありがとう。アイドルでいる特権やな、こんなお祝いしてもらえるの。噛み締めとこ。いつか年を重ねた時にお祝いの言葉が少なくなって悲しくなっちゃうから、今のこのおめでとうを噛みしめるわ。唐突に噛みしめる。さすがに噛みしめさせて。ね、55分くらいになったら順位発表しようかな。普段ケーキ食べないけど、ずんちゃんのお誕生日だからケーキ食べた。え、かわいい。ありがとう、食べてくれて。あ、たわ。おー、私ちゃんと見とけよ、そ見せず。あ、セミロングさん、たわありがとう。すごいよ、ちょっと大丈夫？こんなにタワーいただいちゃって、ありがとう。セミロングさん、タワーありがとう。伸びた毛見せよ。取れた？セミロングさん、タワーありがとう。嬉しい。あ、波動来てくれたよね。は、波動やんな。見つけた。あとね、最近公演、私セミロングさん見つける速度めっちゃ早いから。セミロングさんのあのお席のあの列が前の方なのもあるんですけど、よく最近見つけられる気がする。ありがとう。素敵な一年にしてね、大好きだよ。あ、ありがとうセミログさん、タワーありがとうね。せーの、ズンタワー、ありがとう。いっぱい見つけるね、これからも。いっぱい取れたよ、ありがとう。いっぱい取れたな、よかった。誰も私ズンタワーだよ。お誕生日って特別な日やね、こうなると。
年を重ねるごとにお誕生日への特別感が薄くなってて、自分の中でなんか昔はなんかうわあと1ヶ月で誕生日とか、あと2週間あと1週間あと5日3日とかやってたんやけど、そういえば誕生日かみたいなくらいになってくるから、こうやってみんなが私の誕生日を大切にしてくれてるから、すごく大切にできてる。ありがとう、みんなのおかげで誕生日がすごい楽しいものになってる。そう、なんかスケジュールもさ、あんまり分からへんから、ご飯とかもあんまり行かれへんから、すごいあれですね、みんなのおかげで誕生日って特別って思えるようになってる。だからありがとう、なんかいろいろしてくれて嬉しい。みんなが誕生日を大切にしてくれて、みんなの誕生日も大切にするわ。おめでとうっていうね。生誕祭も楽しみ、生誕祭楽しみ、いつやろね。いつになりそうやろ、9月とかかな。こっちは前々から楽しみにしてた、ありがとう。だからメッセージ送ってくれたり、おめでとうって言ってもらえたり、可愛い写真とか撮ってくれたり、すごい嬉しいよ。今日は特別な日、生まれてきてくれてありがとう。ありがとう。9月かな、今月はなさそうじゃない、なんか今月公演あんの私ってくらいなんかないねんけど、公演の気配がないから、もうちょい痩せてから生誕祭したいかな。 TIFF 終わってからすごい食べてるから、ちょっと頑張る。でもなんか波動の日かな、なんかボール集めでさ客席側に行くやんか、出す時になんかどんな子かわからんかってんけど、一人の方が細っって言ってくれて、めっちゃ大きい声で、そう見た目からは想像できないくらいの大きい声で細っって言ってくれて、ええありがとうってなってめっちゃ嬉しかった。タワーくれてる、ありがとう。ちょっと待って見るわ。あいや、なにこれかわいい、大きなクマちゃんタワーや。第3ありがとうタワー、嬉しい。なんかクマ系の動物好きなの。かわいい、なんか大きめでかわいい、このタワー。ありがとうタワー。ダイさん、タワーありがとう。あ、じゃあクマにしようか。そうでもないですよって。名前の役にもついてるし、クマタワーくれたからそうなんかと思う。ありがとう大さん、撮れた。ありがとう大さん、めっちゃ前から私の誕生日楽しみにしてくれてて可愛かったし、メッセージも嬉しかったよ。大好き、ズンちゃんがいるだけは私の毎日は、あ、毎日はちゃめちゃにハッピーラッ、あ、キラキラ。ごめん読み間違えた。ありがとう、いつもツイッターとかで褒めてくれてるの見てるよ。なんか動画載せてくれたりとかさ、私の良かった場面をツイートしてくれたり、それで自己肯定感が上がってます、ありがとう。なんか K のコンサートが終わった日、まなかちゃんが第3のアカウント開いてた。多分何だっけ、チーム K トピコンみたいなやつの、多分それでハッシュタグでめっちゃ見てて、
ちょうど第3のツイートを見たらしい。ありがとう。せーの、ずんたわー、ありがとう第3タワー。ごめん、パンチしちゃった、間違えてもうた。そう、まなかちゃんめちゃあのハッシュタグ見てた。何やったっけあのハッシュタグ、チームケートゥビコンみたいな、うん、合ってるよな。あの日ハッシュタグつけたのに、うん、物騒で可愛い。ほんまに言葉選び面白い、いつも合ってる？よっしゃ。なんかみんなチーム K のコンサートに浸ってて可愛かったメンバー、私もなんですけど、なんかほんま楽しかったよなみたいな。なんか楽しさ、楽しかったねっていうことをなんかしっかりとこう、なんかあの噛み締めてた、噛み締めてて可愛かったな。もぎさんと、またもぎさんと話しちゃうんですけど、最近ちょっと仲良くなってて嬉しいんですけど、仲良くなっててというかお話しするようになって、なんかお互いを褒め合った昨日かな、もぎさんと昨日お互いを褒め合い楽しかった。もぎさんのケンのコンサートのあれが好きで、悪いけど謙遜はしないって言われた。だから素敵です言ったら、もぎさんも褒めてくれた、嬉しかった。嬉しかった。ああ、またタワーくれてる。あ、タモちゃん、え、2個目じゃない。はあ、ありがとう、ありがとう。 X の名前X 面白い。名前書いたので見つからないと思うけど、お祝いツイートしてますよ。名前変えたん？見てみるわ、ハッシュタグから見つけて。うん、何のポーズしようかな、これ可愛くない？耐えた？すずはちゃんのたもちゃん、タワーありがとう。いつもさ、配信終わった後にツイートしてくれてるよな。それ見てるよ。なんか可愛いスクショいつもあげてくれてありがとう。これも今日も上がるのかな。見るね。ありがとう。せーの、ずんたわー。ありがとう。お話し会の時小さい子に話すみたいにするのハマってる。あれめっちゃ嬉しい。そうなのって言ってくれて、甘やかされてるみたいで最高。ありがとう、ずんたわー。いっぱいずんたわしてくれてる。まあ、うん、抱負とか22歳の振り返りとか、また生誕祭があると思うので、その時にお話ししようかなと思います。なんかね、今は本当にバタバタしていた期間が終わって抜き殻のようで、なんか言葉が全然うまく出てこへんから、またやっと落ち着いたので大好きなノートも書いていきたいなと思うので、ちょっと抜け殻期間を過ごしつつ、自分の語彙力というか言葉が復活するように普通の生活をします。
ソフトクリーム食べちゃう。早くさ、チーム K のコンサート見たい、配信で。あ、ウェルシア行ってくるねって。ウェルシアさんのツイートもしな。のリツイート企画みたいなやつ。ツイートしよう。そう、ちょっと抜け殻のようになってる、機能を終えて。みんなでアカウント共有してみようやって家族やん、ほぼほぼ家族やんか。生誕祭はチーム K でできるのかな。多分チーム K でできるんかな。9月中にできたらするんかな多分。あ、コンサート視聴配信いいな。確かにいいね。なんか見方があんま分からへんからさ、そういうの一つも入ってないからさ、なんか配信サイトみたいなやつ。最近聞いたよねは見たけど、なんか初めて自分の回見返した、あの面白すぎて。恐怖スポットやったっけ、恐怖ツアー見て面白すぎてさ、まずさ、リアルタイムで見ながらさ、もう泣きながら笑ったの。もうおもろしろすぎて。もうみゆさんめっちゃ怒ってるし、みずきちゃん超歯食いしばってるしな。えいだ。で、必死に探してくれてるし。で、くるちゃんはなんか、くじゃずーっと目でかいし、私叫んでるし。なんかさ、私が、いやーって言った後さ、お化けにさ、うさいって怒られた反応さ。くるみちゃんがさ、呆れてさ、私のこと見てる瞬間がめっちゃおもろいから見てほしい。なんか、いやーって言って、うさーいって怒られて。で、私面白す、笑けてきて普通に。そう。そしたらくるみちゃんが、いやーって叫んで怒られた後。みたいな。もう一回見てみんな。何回でも見てほしい、あれ。私、くるみちゃんと一緒に見たいねんな、あれ。ほんまに面白すぎて。自分がアホすぎてほんまに無理。面白かった。あ、55分じゃん。アイドルの番組じゃない、マジであれ。いやほんまになんかみゆさんブチ切れてるし、いやあれはなんか本気でブチ切れてるとかじゃなくて、普通になんか切れてて、でみゆさんとこの前って話したらなんか怒ってたんだけど自分って言って。みゆさんってそういうこと全くないのね、怒るとか。めっちゃ面白かったし、顔面白すぎみたいな顔はい、大好きあの番組あ、タワー来た、ありがとう。あ、フスックスさん、タワーありがとう。フスックスさん、入れた。よし。フスックスさん、タワーありがとう。頑張るポーズみたいなしてみる。家で晩ご飯食べながら配信見てたら投げるタイミング失ってましたご飯中にありがとう。お腹鳴った、ごめんなさい。フスックスさん、タワーありがとう。嬉しい、いつも優しく見守ってくれたり、あと生写真ね完売した時に喜んでくれてたツイートも見たよ。ありがとう、ああいうのすごく嬉しい。ありがとうね、ずっと見守り続けてくれてありがとう。こんなに大人になりましたありがとう。せーの、ずんたわー。
フスックスさん、タワーありがとう。ありがとう、タワー。ゆっくりご飯食べて。ということで、順位発表します。13位、フスックサットマックズンチャンズさん、おおきに。12位、ルちゃん、おおきに。11位、ケイタさん、おおきに。10位、シホさん、おおきに。9位、マルさん、おおきに。8位、ドラドラさん、おおきに。7位、スイトーさん、おおきに。6位、セミロンガットマックズンチャンズさん、おおきに。5位、さやか、おおきに。4位、モーちゃん、おおきに。3位、タレさん、おおきに。2位、スズハちゃんのタモちゃん、おおきに。そして1位は、カズくんです。おおきに。毎度、おおきに。ありがとう。そしてカズくん、1位おめでとう。そして、フスックスさん、ちょっとみんな読むわ。スズハちゃんのタモちゃん、ダイさん、セミロングさん、コノハちゃん、シンアットマークズンチャンズさん、シホさん、はるかちゃん、ケイタさん、のまのまえいさん、ことみさん、スーさん、もーちゃん、いわちさん、ドラドラさん、タレさん、るちゃん、スーハちゃんのたもーちゃん、じゅうさん、まるさん、すいとうさん、かずくん、さやか、タワーありがとう。そしてギフトもありがとう。送ってくれてるの見えてたよ。ありがとう。そしてお星様やおめでとうとかいろんなコメントありがとう。またバタバタ期間が落ち着いたので配信たくさんできるように頑張ります。ということでありがとう。みんな23歳も一緒に生きていこうね。一緒にいてね。見守るのが大変な私ですが、これからもよろしくお願いいたします。ということでみんなありがとう。来てくれて嬉しかった。いっぱいおめでとう。またね。ありがとう。バイバイ。バイバイ。スクショ？じゃあ5秒だけ。できたかな。垂れた？ということでみんなありがとう。じゃあね。急にありがとう。バイバイみんな。おやすみかな。おやすみではないか。ありがとう。バイバイ。ありがとう。またね。